お花紙を使ってサンタのおひげマスクを作りましょう。白いお花紙を3枚重ねて縦長に置き、1回、2回、3回折ります。それを半分に折って2つに切り、さらに半分に折って4つに切ります。これに幅約3ミリ、深さ約3センチの切り込みを入れていきます。ここでは2つ重ねて切り込みを入れていますが、切りにくい場合やずれてしまう場合は1つずつ切ってください。端まで切ったら切れていない方をしっかり持ち、切り込みを入れた部分をくしゃくしゃに揉みます。軽く伸ばしてからお花紙を1枚ずつに分けます。3枚重ねなので、ひらひらした紙が3枚でき、それが4セットで12枚できます。お花紙1枚を角と角が合うように斜めに折ります。この三角の部分に糊をつけ、先ほど作ったひらひらを貼っていきます。紙の幅に合わせてちぎりながら貼ってください。次のひらひらを貼るときは、紙の端に糊をつけ、5ミリほどずらして貼り付けます。貼り付けては余分なところをちぎり取る。これを繰り返します。最初に作ったひらひらと同じ長さのところまで来たら、あとは付け足さず同じ長さで貼っていきます。全部貼るとだいたい2センチほど残ります。少し広くても狭くても構いません。最後はお花紙を手前に折り、糊をつけた上にかぶせるように貼ります。切れ端のひらひらが残っている場合は、先の方に付け足して貼るといいです。不織布マスクを用意し、ひげの両端をマスクの幅に合わせて折り曲げて貼ります。ひげの上の部分を折り曲げたら、内側から外側に垂れるようホッチキスで留めます。この時、ホッチキスは必ず内側から留めてください。針の尖った部分が外側のひげが垂れている方に向くようにすると、怪我をする心配がありません。普通のマスクをするように顔につけると、サンタひげの出来上がりです。耳にかけるゴムを使って作る方法もあります。まず、ひげを張っていない部分を折り返します。耳にかけるゴムは何でも構いませんが、ここでは白いストッキングを輪切りにしたものを使っています。ひげを裏返し、ゴムを挟み込んで貼れば出来上がりです。こちらはマスクの上からつけるといいでしょう。このサンタヒゲはお花紙4枚でできるので、とっても安上がりです。自分のサンタヒゲを作り、みんなでサンタになってクリスマス会を盛り上げましょう。